はい、おはようございます。今日は1月11日、土曜日ですね。111でございます。はい、ドロメですね。縁起がいい。いや、久々に夕方にね出れそうです。水だけですんで、こんなこうね太陽に当たってサングラスかけてやけど食べるのはドーナツやばいな、太るな、うまい。はい、というわけで、大阪の方にね向かって出発しようと思います。いや、今日も富士山はもう真っ白ですね、ほんまにね。綺麗な富士山。天気もよろしいな。名阪国道のですね、大内インターチェンジかな、に来てます。これ右でねちょっと光見えてると思うんですけど、名阪撮りますよ430休憩をね、名阪上のドライブインで撮ろうかなと思います。ちょうどね、もうすぐ3時間半かな今ねくらいなんで、なんかここにね、ホルモン屋さん、ホルモン定食美味しいのがねあるそうなんで、行ってみようと思います。
ここですな。ホルモンおすみ、ホルモンおすみ。はい、というわけでね、ホルモンおすみにやってまいりました。これ焼きさん、結構飲み屋さんみたいなところに、定食もあるよというような感じですね。こちらメニューですね、定食もあるし、まあ裏面はね、焼き鳥のメニューとか書いてました。はい、というわけで早速食べていきましょう。おー、ホルモンプルンプルンでめっちゃうまいですね。まあタレはね、焼き鳥にかけるような、まあ結構辛めの、あの濃いめのタレですね。甘ったるい感じではないです。うん、非常にホルモン合いますね。美味しいです。いや、ご飯が進みますわ、やっぱり。飲んではる方とね、定食を食べに来てはる方、大体ね半々ぐらいでしたね、僕の印象では。いやー、うまい。お、一万円札が見ました。お愛想ですね。結構飲み来てる方は何千円っていう感じで使ってましたね。お店はね、昔ながらのこう景気のいいおっちゃんとおばちゃんが結構切り盛りしてるような感じでしたね。僕の右隣の方はね、結構飲みに来てはるお客さんやったんですけど、うん、やっぱうまそうっすよね。ビールと焼き鳥とかね、ホルモン炒め物とかね。いや、これは飲みに来たいなって、こう俺飲めないとか思いながらね、こうチラッとこう眺めたりしてたんですけどね。いやー、ママにね、こう飲みに行きたいですね。まあたまにね2人で行くことはあるんですけどね、子供を預けて。いやー、ここはね、焼き鳥ビール行ったら最高やな、やっぱり。お汁は貝のお味噌汁でしたね。いやー、美味しい美味しい。アサリのお味噌汁でした。はい、というわけでね、ホルモンおすみ、行ってきました。980円やから美味しかったんですけど、もうちょっと量欲しいかな。あと200円なんかプラスしたら、なんか大盛り、おかず大盛りっていうのができるんで、ちょっとそれをしないと物足りないかなという感じでしたね。まあ美味しかったら美味しかったです。ちょっと辛めでね。はい、というわけで、出発していこうと思います。おやおや、ひげちゃん、またもや寄り道ですか。ひげちゃんのぶらり途中下車の旅始まりますよ。おやおや、ひげちゃん、まさか2店舗目に行くつもりじゃないでしょうね。どうやらこの食堂を偵察に来たようですよ。またお腹が空いちゃいますよ。はい、ちょっと柏をね、偵察してまいりました。まあでもね、やっぱり定食屋がね、いっぱいありまして、上にはね、カムクラもありますからね、ちょっと行ってみないとダメですね。でもいつものところから言ったら4時間で来れないんで、1回休憩挟まなあかんからね、なかなか難しいところではありますが、
鴨倉もねちょっと割高になってますね、普通よりもね、値段みたいなね。でまあ下の定食屋もね結構あっちの方が結構うまそうやなと思うんで、あっち一回行ってみたいなというふうに思いますね。うん、いや、いい偵察でしたね。はい、というわけで、無事大阪の方に着きましたね。本日はね、まあそこまで待機もなく、0時半ぐらいには、降ろし終わりました。いやー、ちょっとね、休み明け、本格的に1週間走りましたけど、やっぱ応えましたね。まあまたこうやってね通常のモードに戻っていくように、まあなまった体をちょっと叩き直してね、また来週から頑張っていこうと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。全国の女子高校生の皆様、チャンネル登録はお済みでございますか？まだの方は登録ボタンの方をポチッとなとお願いしますよ。登録しないとお仕置きだべ。